点に気づいちゃったわー。やばい、ラブコメの波動を感じる。ミキヒコ、ミズキよりラブコメしてる。わーわー、いや、すごい、げつないことやるね。さあ、結局何を見たんだ？怖すぎないこれ、相手からしたら。アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは魔法科高校の劣等生第3シーズン第12話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました劣等生ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第12話ということで最終回一歩手前でございます。公式魔法師伝統派との戦いが未だに続いている中で、さあさあさあ京都にやってきて、まあ警備の下見をしつつ、さあさあさあもう周黄金がどこに隠れてるのか炙り出そうよっていうところで、とりあえず当たりをつけていく流れなんだけれども、まあ狙われてしまったわけですよね。一緒にこの警備の下見に来たミキヒコたちがね、ああやばいやばいやばい、公式魔法師やばいと思っていたら、あ、前回クリムゾンプリンスが助けに来てくれたりだとか、まあ徐々に徐々にこの問題っていうのがもう学生、この何、学生のみんなにも知れ渡ってきてるので、さあ動きにくくなっている中で周黄金をどういう風に捕獲していくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて京都八つ橋湯豆腐レッツゴーベイ。さて、あ、かっこいい。すごいな。そっちか。うん。あはは。もうちょっと。でも、やばい、テンションが上がってる。人だかりができるほどなのか、この二人の美貌は。でもなんかさ、ミノルくんめちゃめちゃ好きなんだけど、ここで終わっちゃいそうで悲しいな。なんかもっともっと絡んでほしいな。なんかチートキャラはいくらでも絡んでいいと思ってるから僕は。この世界観なら、だってお兄様がだってトップで天井蓋してくれてるから、もうどれだけスペックの高い人はね、この物語に絡んでくれて構わないから、もっともっといろいろと絡んでほしいなと思うんだけど、とりあえずアニメはここで終わりそうなのでね。もっと活躍が見たいな。でもいいな、やっぱりこのアニメ楽しいな。でも見てて、なんかオープニングだけで十分楽しめるまであるよね。正直かっこよすぎて。まあ割となんか前期まではやりたい放題やってたけど、今回からやっぱり縛り的な側面も結構強くなってきてるからね。達也も動きにくくなってるというか。わお。お？なるほど。お？監視？あら、とりあえず。はいはい。ご主人。お？こと。伝統派。え、マジ？
はいはい。あ、そうね。なんでおとなしいんだって話か。はいはい。ちょっとね、立ち悪すぎる男をかくまってるよ。マジ？なんか、うん。密教祖。ああ、宇治にいるかもしれない。あー、そうなんだ。うん。マジ？クラマ。うん。まあ、話のわかる人でよかったな。大丈夫？みのるくん。さあ、一条。あ、出たそうか。矢印だった。そうね、助けてくれた。うん。そうかそうか。一条くんは知らなかったんだ。あいつ？ああ。主攻金。なんか影がうん影。うん。肝裏肝みたいな。うん。なんか洗脳したりしてたよね。うん。そうかそうかそうか。うん。
クラマ、嵐山。ああ、やっぱり熱出てた。顔赤かったもんね。ちょっと無茶しすぎちゃったか。よく手伝ってくれてるよね。ねえ。ああ、いいね。やばい、いい空間、いい空間になりそう。あら、なんかちょっといい感じじゃないの？私ちょっとラブコメの波動を感じる。あら、見とれちゃってまあ。あら、視線に気づいちゃったわ。やばい、ラブコメの波動を感じる。あ、これラブコメ？あらららららら。かわいすぎる。ラブコメ？え、これラブコメ？やばいやばい。幹彦瑞稀よりラブコメしてる。え？あれ？違うの？何？幕？あら、まゆみさん。あ、そうか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 。まゆみ。まあ、それは術式だもんね。だから、血を使って、自分の体を使ったわけだ。痕跡は？ああ、情報を、なんか頭にインストールしたのかな。ああ、元気そうになったじゃん。顔色良くなった。そう言われるとなんかあるんじゃないって思っちゃうよ。この作品だから。なんかあるんじゃないの。もう、できちゃった。つながり。手と手を合わせて手手。さあ、現場。まゆみさんもなんか卒業後もなんやかんや絡んでくれるね。まあ、ちょうどあれが一致してるだけではあるんだけどさ。大丈夫？What？ もうすぐ襲撃するじゃん。多いな、忍者。さあ。あ？ジャミングだ。わお、弾け飛ばしてい。わお。
お風を。わあわあ、いや、すごい、えげつないことやるね。え、なに、そんな、首都12。足りない？缶？わお、炎の刀。お？なんだ？爆発する？え？ぶち破ってきた！え、そんなライトセーバー？風？うわ、切られる。うわ、爆裂！さあ、すごいな、もうちょっと。さあ、操り人形、後ろに術者がいるのか。うわあ、やられた？お？え？容態が悪くなった？はあ、よかった。え？なんかつながりあったりしない？うん。ああ、そうなの？あ、そうなんだ。なんか、サイオン対。いいの？いいの？うん。そうだね。うん。結構やばいとこまで見るんじゃないの？魂というか。なんか呪われたりしてるとか？さあさあさあ、見ちゃい。何？気絶した？え？見えちゃいけないものまで見えた？でもなんか、まあそうね。リンクしてそうだな、でも。伝統派と体。帰っちゃうの？またお兄様単独行動だ。さあ、結局何を見たんだ？ミノルくんの。ありがとう、手伝ってくれていろいろと。ミノルくんいい子すぎる。これからもレギュラーメンバー入りしてほしい。
本当に見てるよね、多分。ちょっと、ね、ちょっと、あの達也の表情見ると何見たのかめっちゃ気になる。うん、妹だよ。そうだよね、その限り。うん、未だに尻尾すら見えてこないけど、でも、なんかさ、倒したらさ、ミノルくんの体調悪化してない？さあ、侵入していくわけですけども。まあ、当然のごとく、気づけば終わっている流れになるな、多分。達也がすべてやってくれました。わわわ！わお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 、しっかり見えてる。八景みたいだな。わお、さーい。ごぼうせー。うわ、首折れそう。グラスホッパーやん。わー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 、周りを巻き込んでば、ガチャ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 してるよ。どん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 し、怖すぎないこれ。相手からしたらもうボッコボコにされてしまうわけですが、いた。どこ行ったの？宇治。古墳のそば。わあ、気絶。さあ、一人立ち向かう、なんかラスボス戦前やん。もう、私もう見入っちゃってるわよ。あー、でもなんかミノルくんみなみちゃんのこのラブコメディは私もっと見たいんですけど、なんかよくアニメであるさ、 SD キャラのさ、なんかコメディアニメみたいなもの作ってくれないかな。そこでなんかみなみちゃんとミノルくんのラブコメ永遠に見てたいんだけど。でもなんか会ったことある気がするっていうのはすごい気になるな。なんか羊が近い部分にあるのかな。でも、達也であんな顔なかなか見ないぞ。なんか見ちゃいけないもの見ちゃったっていうレベルの顔だよね、多分。想定していた以上にやばいもん見たって顔をしたもんね。いやー、もうこの二人早くラブコメしてもっと。ちょっと、今までラブコメ成分はさ、もう本当にミキヒコミズキでね、もう補充しまくっていたのに、いいんですか？こんな濃厚なのぶつけられてしまったら、私の脳みそは破裂してしまいますわよっていうところであるんだけど。あー、でもなんか未だになんか尻尾つかませないあたりでもだいぶやばいね、収拘金も。いやー、コツナイランセン5、さあどうなるんだろう次。はい、というわけで見終わったわけなんだけど、さあさあさあ、次回クライマックスっていう形ですね。まあ完全にちょっと僕はちょっと気になる情報を隠されてかなりやきもきしていますよ。ミノルくん、何があったんだ。でもさ、
あのさ、倒したらさ、結構なんか落ちてるよね。だって、前回だってさ、結局のところなんか、やっぱり合流したところってさ、だってさ、一条がさ、あの忍者たちを倒した後に合流して、なんか体調悪くなったみたいな流れだし、なんか深く根付いてんのかなとも思うけど、ただ、それは全然ミスリード説っていうのもあり得るんだよね。うん。なんかそういう風になってしまっているだけでっていうところで、なんかこの作品作り込まれてるからさ、そういうところまで考えてんじゃないのみたいなことを邪推してしまったりはするんだけど、でも多分そんなことはないんだよね。きっとでも、ルーツ的にはかなりみなみちゃんに近いものがあるのかな。どうなんでしょうね。初めて会った気がしない。あのね、言い方はね、間違いなく、てか、創作物において初めて会った気がしないっていうのは確実に前に会ったことありますよねっていう、もうそういう意味で言ってるから、うん。もうこの二人は会ったことあるんですよっていう作者さんのメッセージでもあると思ってるから、まあ、出会うとしたらどこなのか。まあ、でも、工藤と四つ葉ってすごいなんかバチバチなように見えて結構仲いい、よくねみたいな雰囲気を僕は感じつつあるから、うん。なんかありそうだなっていうのは、なんか思いますよね。間違いなくね。何かしらつながりじゃないけど、つながりとはまた別だけど、なんかこの、なんか、精神的な何かでつながってるんじゃないのみたいな風には思うよね。ああ、でも何があるんだろう。想像ができないよね。みなみはだって作られたっていう感じだし、人造魔法師みたいな感じなんだっけ。うん。そんな感じだしっていうところで、ただこのみなみちゃんとみのるくんはすげーてーてー、マジで永遠にやってほしい、この二人のこの関係性。てかさ、みのるくんがさ、なんか、みきひこはさ、なんか、気弱ないい子、みたいな感じだけどさ、なんかみのるくんはさ、なんかこの、強いけど体が弱いせいでうまく、こう、なんか力が発揮しきれないみたいな、儚さがあるじゃん。みきひこはこの真の強さが魅力だけど、なんかみのるくんはこの、なんか、ちょっと気迫な、なんか存在感っていうか生命的なものが気迫な儚さが魅力なところがあるから、また違ったこの、何?なんかちょっと弱々系男子みたいな、このなんかちょっと線が細い系男子の中でもちょっと区別が違って、その二人のラブコメ、ああ、もうジューシーみたいな感じになってしまっているんだけど、特にミキヒコは今めちゃめちゃ活躍してるけどさ、ミノルくんはまだまだこれからも活躍してくれそうだなっていう余白が残ってるから、めちゃめちゃ期待したい。ああ、でも何を見たんだろうね。達也のあんな顔なかなか見ないよ。初めて見たかもしんない。なんか焦るっていうのは結構あったりするけど、あそこまで悪夢見た後みたいな。もうなんか寝起き悪すぎる時の顔みたいな。あんな顔なかなか見ないよ。だって。うん。明らかに想定外のものを見たって顔じゃん。なんか自分の処理しきれない情報を見て圧倒された後みたいな顔なのかな、あれは。うん。なんていうこれだ、こんなことをしてたのか、工藤家は、みたいなことを感じてしまったのか、想像できないほど暗い闇だったのか、なんか、でも、明らかにあの顔は見てはいけないものを見てしまったって顔だよね。だって感情がこうね、気迫のやっぱりお兄様があそこまでっていうくらいだからね。怒りとかそういう、なんだろう、なんか、バイブスの高いというかさ、こういうグッていくタイプの、この、行動力につながるようなバイブスは結構ね、溢れてるじゃないですか、お兄様って。でも、なんかこう、悲しいとか辛いとか、そういうことに対しては結構すべてこう、スパッと切り捨てられるような、結構淡白な一面があるのにもかかわらず、あそこまで動揺した顔を見せるっていうのは相当深い何かがあるんだよね。いや、ちょっと待ってよ、まあ、ことないらへんで終わっちゃうの?いや、ちょっと、この次とかもやらない?ちょっと、もっと気になるんだけど、キャラクターの設定とかも含めて。はい、というわけで、なんか、ここで終わってしまうというか、このこと内乱編で終わってしまうというのが、とてもとても寂しいんですけど、ちょっと次回、さあ、シュウコウキンとの対決ということで、どんな対決になっていくのかも気になるよね。エレメンタルサイトさえあれば、でも、このキモントン校のこの目くらましは効かないんじゃないのっていうところもあるので、さあ、次回いろいろと楽しみにしていこうと思います。以上、魔法学校の劣等生第3シーズン、第12話でした。バイバイ。